で締めればいいのか。はい、こことここに爪があるのでそれを押して弾くって感じでした。はい、皆さんこんにちは。ひかりチャンネルカーチューブののぞみです。今回はこちらユアーズさんからご提供いただきましたラインウェルカムランプの取り付けをしていきたいと思います。ウェルカムランプっていうのはドアを開けた時などに足元を照らしてくれるランプのことで、誰かお客様とか乗せる時などに足元が見えやすいようにしてくれるランプです。それではどうぞ。こちらのルームランプの取り外しをしていきます。以前の動画でこちらの取り外しの動画載せておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。とりあえずこちらの商品を開けていこうと思います。ユアーズさんのさ、取扱説明書って全部カラーなのよね。すごいよね。わかりやすい。なんか YouTube で結構まとめてくれてるから、多分そこの撮影をするのに撮ってるんだろうね。切り抜きかもしれないけど、でも YouTube 見てもわかるのよ。専門のチャンネルがあって結構それ見ながらやってるんですけど、こう手元に紙であるっていうの、しかもね、わらばんすとかじゃなくてちゃんとカラーのやつでやるのっていいですよね。じゃん。まあ説明書だけ一回出しちゃったんだけど、とりあえずこのこちらの白と赤の、配線がございまして、こちらのこの何も加工されてない方をルームランプの配線につなぎます。割り込みしていく感じです。スプライス端子がちょっと大変そうだったので、私前 N-MI に行った時にこちらのエレクトロタップがあったのでこちらを使っていこうと思います。大変な人はエレクトロタップの方が楽だと思いました。ここがちょっと浮くようになってるんですね。ここからこのこれを入れて、で入れてきた先をエレクトロタップでこれに割り込ませて、で残りのこのこっち反対側っていうのはこっちを通して下に持ってきます。できますね。ここからねと白のこの手前のやつに割り込ませてました。説明書ではちょっと分かりやすく緑と白の端子をムキムキしてみました。片方はエレクトロで片方はスプライス端子でやってみようと思います。ちょっと手元が細かくてね、映しづらいかもね。こんぐらい持っと？あ、そんなもんでいいよ。 0.75 でも怪しい。入ったよね。見えないよ。はい、こんな感じです。このスカーフプレートを外します。ちょっとこれ貼っちゃってるからあれなんですけど、上にやると剥がれるので、はい、このクリップを外します。これ今運転席の足元です。手でね、全然外れそうよ。はい、どうも。次はこれをめくると中にゴムがありまして、見える？見えてる？
見えない。まあいいんじゃない、とりあえず。それを外して、キャップだけ外して。はい。外れた。はい。ジャッキアップポイントっていうのが下にあるので、ライトをジャッキアップポイントの後ろにつけます。取れる。取れるかも。取ってくんない。で置いてきちゃったんだ。こうか、こういう向きです。取れてる？うん。まあ。この辺か？そうだね。で締めればいいのか。いかがでしたでしょうか。今日はユアーズさんのウェルカムランプの取り付けをさせていただきました。下が大変だった、下が大変だったのと中の配線を通すのも大変でした。素人なのでね、まあ、ただ思ったより上手にしっかりとランプがつきまして、ナスカの父親みたいになりましたね。すごい素敵だなと思います。気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。はい、皆さん。